どうもこんにちは。舞姫大学の特別講義でございます。まあ私みたいにですね、YouTube の動画を通じて発信をしていると、まあブランディングとかね、先入観って言いますかね、まあそういったものっていうのは非常に大事だなと思います。まあ例えばね、YouTuber さんの中でも、私がね、よく大好きで見ているのが、マックス鈴木って方なんですよ。この人はね、ものすごく食べるんですよ。で、3キロ5キロ1 0キロみたいなね、 そのキロ単位で食事が出されてるのを食べてカンカンカーンはいおめでとうございますみたいな感じで動画をフィニッシュするんですよねまあですんでマックス鈴木さんの動画といえば今度はどんなものを大食いするんだろうみたいに思っているしまうわけなんですよまあつまり大食い YouTuber というねそういうふうなブランディングできてるのかなと思いますまあそしてこれは YouTube ではないんですけども武田鉄矢さんといえばね私は金八先生というイメージを持ってるんですよまあ多くの方もそうでしょうけどね だから、どんな役をやっていても、お、金八先生が出てるみたいな感じで。武田鉄也というよりも、坂本金八というね、イメージが根強いかなと思います。まあ、そういうことでいうと、タレントさんとかね、俳優さんっていうのは。ある映画とかね、作品のイメージがものすごく根強くついちゃって、他の作品がやりにくいってこともあります。まあ、例えば、スマップの草薙剛さんというのは、まあ、非常にさまざまな人格を。表現します。 まあでもね、イケメンの役はあんまりやんないんですよね。でも同じ SMAP の中でも、木村拓哉さんっていうのは、木村拓さんね、3枚目の役ってあんまりやんないんですよね。いつもクールで無口な2枚目の役。感情的に激しい役。まあこういうのに決まってるんですよ。だからどんな作品をやっても、どんな役柄をやるのかってことはイメージできるんですよね。まあ、そういったところがあるんだよなかろうかと思います。まあ話を YouTube に戻しますと、やっぱり YouTuber ってのはね、 どんなことをやりそうだなって思わせるそのブランディングって非常に大事なんですよ先ほどの例で言うと大食いっていう風なねそういう風な YouTuber さんがいらっしゃいますけどもじゃあ税理士とかあそれからコンサルティングの方とかどんなことをアドバイスしてくれそうかなっていう風に思わせることによって自分が困った時にその人のところに、まあ、リーチをね一刻も早くするっていう風な形ができますんで発信する方としては困った時には自分を 探しててもらえるよううななブラン,ディングっていうのが非常に大事なんですよ、ね、まあそこに行くと私みたいなのは隠居ブランディングっていうのは一体ね何なんだろうかっていう感じがしますよね <laughs> ブランディングとしてはあんまりうまくいってないんじゃないかなと思いますただし40代で隠居生活をするためにはつまりはリタイアですよねファイヤーとか言うかもしれませんけどもそのためにはどんなビジネスをやればいいのかっていうところで、まあ、数少ない方を吸引、まあ、することができるのかなと思いますまあナミさんはね 生態師っていう側面がありましてそういうこともよく発信してますんでやっぱり健康とかね美容アンチエイジングに対して悩み解決をしてくれるんじゃないかなというふうな先入観ができるんではないかと思いますでそういったことを、まあ、インターネット情報発信の中で問題解決すれば生態師としてインターネットを通じて人々の問題解決ってことにもなるのかなと思いますしまあそのほかね、うん、私今五十肩で悩んでますけどもそういったことでちょっとね悩んでるんですっていえば。 あのこうやって YouTube を通じてできる疲労回復ですとか五十肩緩和みたいなね、まあ、そんな専門的なアドバイスもいただけるのかなっていうところありますよね、まあ、ちなみに今回心臓のなんか疾患があるんではなかろうかというふうに、まあ、あの疑われたわけですけどもなんかね左肩に痛みがある場合ははそうででないいらしいです右肩に痛みがある場合は心臓のトラブルがある。 ここととを疑っった方がいいかなってところですよねまあいいいろいろとと勉強になるなる思います、はいまあ、それではね YouTube を皆さんがご覧になるときにさまざまなブランディングを目にすると思いますけども見てる方としてもこの人はどんな分野で能力がたけてるのかなっていうふうにねやっぱ見抜いていかないといけないところがありますまあ例えばねもうデブデブな人にね YouTube 見てデブ,ブデブデブで出てる人に対してダイエットお願いしますって言ってもなかなか難しいと思うんですよね でももしかしたらグルメのチャンネルということでは得意かもしれませんよね。まあ、それから、あのー、まあ面白いネタを投稿する方がいると思いますけども、どんな種類で面白いのかなと。例えば大掛かりな仕掛けがあるドッキリみたいなやつなのか、それとも一人で簡単にできるそういった小ネタを用意しているのかに関しましても、その YouTuber さんから仕入れるネタってのは変わってくるのかなと思うんですよね。まあそういううな感じで今 YouTuber さんっていうのはね、 どんなブランディングをするかってところで細分化されてますんでまあお金の問題解決でブランディングしてるのか仕事の問題解決でブランディングしてるのかそれとも健康の問題解決なのか恋愛の問題解決でブランディングしてるのかをやっぱり一刻も早く正確に見抜いて自分のお悩みを誰に相談すればいいかってことを自分の中でね決めていくってことが、まあ、あのなんか楽しい正しい YouTube の見方ではないかもしれませんけどもね。 まあそういう風にしてカテゴライズしていけばいいのかなとちなみに私は格闘技に関しましては朝倉未来さんのねえ動画もしくはブレイキングダウンを中心に見ているかなってとこですよねうん、まあ、皆さんどうですかねうん、なんかお役座さんのネタに関しましては懲役太郎さんとかね丸山なんとかの裏世界ジャーニーとかを見たりしますけどもね大体こういう風に人気のチャンネルっていうのは偏って似てくるんじゃないかなかと思います、うん、他にどんなブランディングがあるかなまあでも情報発信するアさえはね この分野で自分は情報発信を続けていくんだっていう風なあな自分でブランディングを決めていく方向性を決めていくっていうのは非常に大事ですよねだからいろんなジャンルをやっちゃうと結局はあのファンっていうのは集まりにくいんですよ、うん、なんか瞬間的なアクセスはあるんですけどもやっぱり視聴者さんとの信頼関係を作りにくいかなと思いますんで自分の発信する手間をねブランディングってことを頭に入れて発信し続けていくってことが大事かなと思いますね、はいまあ、様々な 情報発信の手段ありまますけども、うんまあ、私がね,や,れてみてねやってみたいのはねそのいろんな映画解説ですかああいうのを水野春夫さんみたいなことやってみたいかな淀川長春さんとかね、うん、まあ、やってるじゃないかって言われそうですけどねそればっかりできるといいのになと思うわけですけどもどうも私はね映画の解説ってのはそんななに上手じゃないですよね <laughs> ついついねオチを言ってしまうところもありますしオチを言わないように話そうとするとなんだかねあの 奥歯に門の挟まったようなな言いい方になっちゃいますんでただ映画解説上手な YouTuber さん見るとね本当に映画を見た気になって本編を見ないってことが起きちゃいますんで本当難しいですねあればね、はい、<laughs> じゃあ以上のような形ですお疲れ様です